はい、どうもということで、えーと、えー、今回は、ケーリングランプリ2019の出場する選手の紹介をしていきたいと思います。で、まず今日はですね、えー、どの選手から行くと言いますと、はい、こちらです。はい、脇本優太選手ですね。はい。はい、福井県の94期ですね、の30歳の選手です。はい。 で、ケイグランプリには2年連続2回目の出場で、今年はね、主な戦績として G2 のウィナーズカップと G1 の日本選手権競輪を取ってます。はい。で、脇本選手なんですけども、日本のね、レースの競輪の他に、世界中で戦う競技の方のレース、 あ、競技の方のね、競輪のね、日本の代表選手にもなってますね。で、そちらの戦績なんですけども、えー、と戦績というかね、えー、競輪の世界ランキングで第3位となってますね。今ランキング位置づけで。で、来年の東京オリンピックのメダルにも期待されている選手となってます。はい、ということでね、この脇本選手、うんね、まあ、ちょっと、 ちょっとね、今年は、えっ、ー、と、少しね、少し、あのー、まあ、走ってる回数も、まあ、正直少ないんですよ。少ないんで、何とも言えないんですけども、ちょっとね、去年みたいな、あのー、手のつけられない強さっていうのはね、なかったっていうところもあるんですけど、あるんですけど、やっぱ強いんですよ。もう、ものすごいっていうのが、えっ、ー、とね、今年のこれですね。はい。 今年、えー、っと、えー、レースのね、えー、競輪で、秋元選手は、えー、っとね、16走しかしてない,てないんですけども、えー、っとそのうちに、16走のうち、これ全部ね、16走って G1 と G2 レースだけです。あの、G3 レースには出てません。で、そのうちの16走のうち、1着9回なんですよ。<laughs> 1着9回です。 で、えー、2着1回、3着2回と、えー、あと4、残りの4回は着外ということで、<laughs> もう驚異的じゃないですか、これ。もうやばくないですかやっぱり強いんですよね。ね、今年はちょっと影を潜めるとかね、ね、そんなこと言われてますけど、いや、だけどそんなことない。強いんです。強いんです。で、この1着回数の9回のうち、9回のうちですね、えー、その逃げが2回、まくりが7回、 っていう結果なんですね。で、結構、脇本選手って、まあ、先行、<laughs> ね、先行やってイメージがなちょ、ちょっと、ちょっとあったんですけども、実は実は、実は意外ですよね。<laughs> 実は意外で、あのー、ね、まくりで買ってるケースの方が、あの、多いんですよね。この、これ見てみてもらってもわかるように。なんですけども、えー、っと、えー、このまくりの内訳として、 このまくった回数のうちバックを取った回数が2回あるんですよ。これどういうことかっていうと、えー、っと、<laughs> 最終ホーム、最終ホームぐらいからもうまくりに行ってですね、それまではもう8番手ぐらい、7番手とか8番手後方に置かれてるんですよね。で、その後方に置かれてるところからまくりに行って、 えー、だ、えー、最終回の第2コーナー、過ぎたあたりでももうまくり切っちゃってるんですよ。で、最終パックを踏んで、そのままゴールまで抜かされずに、えー、一着を取ってしまうっていうレースがあるんですね。まあ、それほどね、だってさ、まくりに行ってですよ。えー、自分が前で風を受けてまくりに行って、最終バック時点でもう先頭に立って、そっから最終、ーゴールまで、 抜かされないって、やっぱりこれねあ、あの、じ、あの、スピードもあるし、あの、持続力もあるしっていうね、やっぱり世界のトップレベルの選手っていうのはこの脇本優太選手なんですね。で、今回ケ輪リングランプリでは、まあ僕はちょっと逃げることを予想したんですけども、うーんとね、まあもしまくりに仮に回ったとした場合、うん、で、 後ろを回ると予想される、え村上選手ですね。村上博之選手。えーと、脇本選手がまくりに回った場合だと、ちょっとね、ついてくのはね、厳しいかなって思いつつ、思いつつもやっぱりね、ついていってほしいなっていう希望なんですね、今回僕は。うーん。っていうのは、まあ、やっぱりね、<laughs> やっぱり、基本的に、あのメンバー構成で、脇本選手が逃げなかったら、じゃあ誰が逃げるのって話で、うん、まあと、意見としては、まあね、まあ他の、まあいろいろなね、予想を上げてる方いらっしゃいますけども、まあ YouTube とか他の媒体とかね、いますけども、こ見解としましては、例えば、清水選手が、えー、と、松浦選手に鼻を持たせるために逃げると。 って言ってる方もいらっしゃる。です。あとは、あの、松浦選手が、えっ、ー、と、競輪祭ね、清水選手に取らせてもらった、その恩返しとして、松浦選手が前を回って、清水選手を後ろにつけて逃げるというね、そういった予想をしてる、やってる方もいるんですよね。なんですけども、例えばそれをやったところで、ね、他の、ね、ラインの対応が、あの、あのコンビにできるかって話なんですよね。 うん。うんであの、ね、あの二人ライン、どっちかが逃げたとして、後ろからまくりに来る、えー、平原選手ね。短期でも平原選手、郡司選手、まあ中川選手。で、新田選手、まあ秋元選手なんですよ。なんですよ、こう、後ろからまくりに来るのが。<laughs> もう、重すぎません本当 <laughs> ねいや、これね、辛すぎですよ。辛すぎますよね。自分で、 ね、前で風を受けて、なおかつ、後ろの選手に負担をかけて、でね、ま、くりに来る選手が、その強力な布陣って。うん。僕の見解としては、うん、清水、中四国、あ、中国ラインか。あのラインが逃げるっていうのは考えにくいんですよね、やっぱり。うん。うん。どう考えても、脇本選手あたりに逃がして、その後ろを作って、 っていうのがやっぱりね、中国ラインが勝つためには、そこが一番ね、あのー、手っ取り早いんじゃないのかなって思います。まあ、清水選手とかがもう後方に置かれたらも絶対終わりなんですよね、もうね。うん、それはもう中断でうまい選手がこう固まってしまうから。ね、うん、短期でもやっぱりね、あの、短期の平原選手、郡司選手、まあ中川選手ね、あたり。まあ、中川選手はそうでもないけどね。あの人はもう自由に走って自由なところでまくり。 ていくっていうスタイルの方が一番合ってるかと思うんですけども、うん、清水選手あたりが後方に置かれてしまうともう絶対にありえないですよね。絶対にないです。だからやっぱり清水選手、まあ、中国ラインとしては、えー、と逃げのラインの、えー、後方を確保するっていうのが絶対条件なんだと思うんですよね。あのグランプリを取るためにはね。ってなるとやっぱり清水選手、松浦選手 が逃げるといううのはちょっっ考えにくいなって、うん、思うんですよねだったら、まあ、脇本選手以外に逃げる選手って誰かって考えたら、やっぱり新田選手なんですよね。かましで。うん、かまして行っちゃうパターンっていうのもね、新田選手たまにあるんでね。うん、それはなぜか、あの、なぜかっていうと、やっぱり後ろに佐藤慎太郎選手っていう先輩を連れてるからなんですよね。うん。だから、 うん、これが短期だったら、日田選手をまくりに、ね、まくりで徹して自分のタイミングで行くっていうパターンだと思うんですけども、後ろにやっぱり先輩の佐藤慎太郎選手を釣れるとなると、やっぱり、まあ、選択としてはかまして、かまし先行で行くパターンっていうのも、それは考えられますよね。 まあ、自分が取らなくても佐藤慎太郎選手に取ってもらえばいいっていうね。うん、そういったパターンも考えられるのではないかと思うし、あとは、まあ、自分が取るってためにも佐藤慎太郎選手に、ね、あの、バンテの仕事をしてもらえれば、そのままね、押し切るってこともね、できなくはないと思うんですよね。佐藤慎太郎選手の横の強さからしてみれば。 うん、できなくはないと思うんで、ね、脇本選手が逃げなければ、えー、佐藤慎太郎、じゃあいや、新田選手のかまし先行っていうこともあり得るとは思うんですけども、けどやっぱり、もう、6割、7割はもう脇本裕太選手が逃げるんじゃないかなって今回。うん。で、脇本選手が逃げればやっぱりね、村上弘之選手、もうね、な 先行だったらやっぱついていけると思うんですよね。ついていけるし、最後させる足はあると思うんだよななんで、まあ僕のね、あのー、予想第一点で上げたのは、やっぱりその村上選手、佐藤慎太郎選手からなんですけども、うん、やっぱりそれはこの脇本選手がですね、あのー、どういうレースをするかというのに、え鍵、ー、あのー、を、鍵、鍵というか、 うん。あの、にかかってると思うんですよね。ということでね。まあ、えー、一応ね、こう簡単にわね、脇本選手っていうのを説明してきたんですけども、最後にですね、この脇本選手、今年、えー、走った16層の中で、えー、っと、私が選んだのベストレースというか、いや、これはもうすごいと思ったレースが1個あったんで、それがですね、この、 G2 のウィナーズカップの決勝戦のレースなんですよ。で、このレースは、あの、先ほど言った、このまくり、ね、決まり手まくった時の決まり手のうちの、バックを取った2回のうちの1個のレースなんですね。で、先まくりを打って、えっと、第2、えー、コーナー、過ぎたあたりでもう、あの、まくり切っちゃって、そのままバックを、最終バックを取って、 で、最後のゴール、最終のゴールまで刺されなかったっていうレース。で、この時、後ろが、ついてたのが浅井選手なんですよね。浅井選手が後ろにつけて、ちゃんとその枕に浅井選手もついていけてたんですけど、結局、最後刺せなかったっていう。で、それこそれがどんぐらいのスピードだったっていうのか。ねこれをね、見ていただいて、この脇本選手の強さっていうのをね、ぜひね、あのー、見ていただきたいと ということで、えー、っと、ね、ダイジェスト映像を見てもらおうと思ったんですけども、ちょっとごめんなさいね。あの、概要欄に、変更します。概要欄に、えー、そちらのダイジェスト映像を貼っておきますんで、そちらをご覧になってですね、あのね、うん、参考にしていただきたいと思います。ということで、以上です。ありがとうございます。